フォーカスオンザフリミネッチと読みます。まあ大体ネッチですね。よろしくお願いします。まあクリミネッチ、クリミネッチだね。まあね、メンバー紹介するかな。センター、ギター、ボーカル、一条ミク。はい、次、ドラム、トシ君。よいしょ。で、こちら、カエデのギターボーカルやってます、筒井まさきと申します。よろしくお願いします。まだやってんのかな。まだか、それ。で、あちら側にいるのが、クリミネッチのネッチ。よいしょまあね、まあ長いバンド名だと皆さん思ったと思うんですけれども、ね、これには由来がありまして、まあみんなでね、一つ英単語を出していこうと。まあなかなか決まんないんでね、クソみたいな案しか出ないんで、じゃあ一個ずつ出していこうっつって。で、僕が出したのはですね、ディスクリミネートっていう単語を出したんですよ。そう、わかります？意味、俺はちょっとわかんないんですけど出したわかんないんですけど、さっき響きでね。そうで、ミクが挙げたのがフォーカスかな。フォーカス、いいね、そう、採用されました。おめでとう。で、ネッチが浮かばなかったね。じゃあネッチはネッチってことにしようって言ったんです。ネッチはネッチ好きだね。で、それを組み合わせてフォーカスオンザクリミネッチという名前になりました。わかってた。フォーカスとディスクリミネートのクリミネートとネッチを合わせてクリミネッチのディスクフォーカスオンザクリミネッチ。トシ君ね、トシ君出した案がグッドだったのでグッド、グッド、そう、グッドだったのに気づかずね、ボスになってました。気づかなかった。取り前話していただいてですね、まあ、タイムテーブル君のことですけれども、まあ、まあ、やらせていただきます。本当にありがとうございますということで、まあ、しばくん、今はね、1年生のみんなちょっと知らないかもしれないんですけど、僕らの2個上にしばくというバンドがいまして、そのバンドがの曲をすごく好きで やったんですね。そうなんですよ。見てくださいよキヨさんとも連絡取ってました。はい、泣ける MC オリジナルもやりますよ。今からムックがね作ってくれた曲をやりたいと思います。
曲を聴いてください。Thank you.
ンドをなんで組んだかっていうと、まあ発起人は僕なんですけれども、発起なんやけど、新歓合宿のね、みんな見た、ちょっと新歓合宿見てて、ちょっとミクが上手すぎて、ちょっと若干引いて、これはやべえなと思って、うめえなと思って、帰りのバス行って、マヌクモデって LINE したんですよね。早いよね、スピード大事。手を回すの早い。そういうことじゃない。違うんですよ。こういうね、ツインボーカル的なことはやりたくて、ずっと。もう僕はやりたいことをこの1年やり遂げて終わるんで、ね、やりましょうよね、いろいろ。なんでもやりますよ。全然瞬間ね、待って。すげえするけど。なんか、俺ばっかり喋ってるから、なんか申し訳ないわ。2バンド目で、ね、カルビで出てましたからね、今日2バンド目ということで大活躍なんですけど、まああちらのね、南舘さんもですね、次にトライアルナンバーで出るので大活躍なんですけれども、殺すと言われてるから大丈夫かな、あれ書いたら僕クリーミーネッチです。お待ちください、クリーミーネッチとおります、よろしくお願いします。というわけで最後も尊敬する先輩の曲をカバーして、終わりたいと思います。最後まで楽しんでください。